皆さん、こんにちは。高田純です。148万人以上が死傷した、人権弾圧下で行われた危険な中共の核武装の実態が明らかになります。6月23日、日曜日午後、東京有楽町にて、昨年8月に行われた決死のウイグル地区タリム盆地の放射線調査を報告します。ぜひお越しください。